フレデリック・ショパンの練習曲派単調作品10から12は革命のエチュードとして知られるピアノ独奏のための作品。1831年頃に書かれた。最初の練習曲集の12番目として出版され、友人フランツリストに検定された。この練習曲は11月放棄における1831年のロシアによるワルシャワ侵攻に、 ほぼ同じくして公表された。ショパンは肉体的脆さのため暴動に参加することはできず、その怒りの感情を代わりにその時作曲した多くの作品にぶつけたとされる。その中で最も注目に値するのが、この革命のエチュードであり、失敗に終わったポーランドのロシアに対する革命が終結した時、ショパンはこれは私に多くの痛みを残した。 それを分かっていたのかもしれない、と泣いたと伝えられている。しかし、これらは、ショパン伝に数々の嘘を盛り込んだことで有名な国粹主義的電気作家、モーリッツ・カラソフスキーによる作り話から出たものであり、ショパン自身は、革命を全くイメージすることなくこの曲を作ったとする説が、今では有力である。左手のアルペジョと滑らかなポジションチェンジの練習である。 右手はユニゾンによるメロディーを忙しい左手の上で上緒を含んで歌い聞かせる技術を要する。全般を通じて、左手は高速で激しい火星的な単音階の上高下行が繰り返される点が特徴的である。中間部は転調を繰り返しながら色彩感の豊かなパッセージが繰り広げられる。コーダは序章的に始まりつつ短い静寂の後激しい。 両手のユニゾンによる加工で重々しく終始する。短い曲ながら十分な構成美も持っている。また、左手のパッセージは早いものの、それほど難しいポジションチェンジは存在しないので、ショパンの練習曲作品10、作品25の中では演奏は難度が高い方ではないという見解もある。この曲は、同じ調で書かれた、ベートーベンのピアノ・ソナタ第32番波短調を、 暗示させる。この曲の77から81小説と、ショパンが大いに簡単したことで知られているベートーベンのピアノソナタ第32番の第1楽章が類似している。ありがとうございます。